あの話、考えてくれました？諦めろ。愚かなことだとは思わんのか。たとえ成功しても一時のことだ。能力の差は、あれをネブレードすれば克服できるはずなんだ。グレーは不完全な複製だ。同等にはなれんよ。たとえあれがホワイトでもな。お前は確実に負ける。つまり、あれを横取りする意味はない。無意味か？だったら、黙認してくれないかな。お前の実体を失うのは惜しい。それ嬉しいな。でもそうはならないよ。そんな気がするんだ。ナフェよ、すっかりストックどもに染まったな。そうかな。ネブレードしすぎたのかもね。そうだ、じゃん、缶詰、知らない？カプセルフードとは訳が違う。古き良き時代の兵士の友、操縦席の下にあったんだ。後でみんなで分けようと思ってな。市長、缶詰世代だから喜ぶぞ。私はいらない。いいや、食わせる。そのために俺たち PSS がいるんだから。どういう意味？君たちは空腹を感じない。その機能が欠如してるらしい。体はエネルギーを必要とするのに、それを感じることができない。だから突然動けなくなる。君たちって？私は何なの？教えて。生体アーマメント。運動能力を強化されたクローン人間。一時期いろんな理由で下火になっていたクローン技術がこの戦争で脚光を浴びた。いや、違うな。ギブソン博士とダダリオネクストが開発した ACC アクセレイテッドクローン。18歳の兵士を作るには18年かかるけど、ACC だと半年で済む。画期的というか、悪魔的というか。戦争がなければ、闇に葬られていた技術だ。でも、世界はもろ手を挙げて歓迎したんだ。私は ACC で作られたクローン。それでいいの？うん。クローンって？ああ、そこからか。細かい話を抜きにすると、誰かの複製ってことだな。私は誰のクローン？シングラブ。彼女が選ばれた理由は、おそらく永遠の謎。もちろん、ギブソン博士と関係者は理由を知っていたんだろうけど、みんな死んでしまったからな。ロスコル。ん？私は人間なの？もちろん。最初兵器扱いして悪かったな。俺たちも君をどう扱っていいのかわからなかったんだ。でもこれで安心しただろ。わからない。じゃあ缶詰食おう。うまいもの食えば人間でよかったと思うぞ。わかった。よう、お二人さん。フォーボス、どうした？レーダー見てねえのかよ。なんだこれ。おかげさんで大人気よ。すぐ行く、しのげ。いや、救助優先だ。女は任せるぞ、半端野郎。女？ああ、喜べ。女が助けを求めている。わかるよな、ロスコル。人類の未来はその女にかかってる。はあ、神様、チャンスをありがとうございます。神様なんてもういねえだろうが。そんなもん当てにするんじゃねえ。不毛な議論はする気なし。急ごう。
人類最後の女が待ってるぞ。どうした？なんでもない。寒いな。私が探しに行く。ロスコルは足手まといだから。あ、傷ついた。缶詰。え？缶詰みんなに届けたら？ついに敵も倒せばいい。私は誘導してもらえば大丈夫。そうだな。助けが必要なのはあっちの方だよな。じゃあこっちは任せる。了解。人類最後の女、楽しみ？楽しみというか、あ、いや、それはもちろん。頼んだぞ、人類最後の女の子。PSS コール。お嬢さん、とりあえず北へ進むんだ。迷いそうになったら深入りせずに待機だ。作戦名？考えてない。またタリー法でどうだ？うん、それでいい。PSS コール。ドラコ、応答せよ。なんだ？なんだって、敵に襲われてるんだろう。この程度ならなんとかなんだろうよ。とにかく応援に行くから待ってろよ。よう、来てみろよ。ドラコの機銃はすごいぞ。俺でも撃てそうか？もちろん、やみつき。Thank you.
降ろしてくれ。またそれかよ。俺は船乗りだから空は苦手だ。勝手に飛び降りやがれ。PSS コール。ジョーさん、そういえ、あれ、通信。ディフェンサーモード。ロック。ファイヤー。フィジカルリペア。ボルカノン。こちらロスコル、位置を特定した。どうすればいい？それ、早速だ。ロスコル、よく聞こえない。おかしいよ。そうじゃない。ロスコル、ロスコル、来たみたいね、兄さん。やっぱりあのグレイを生かしておいてよかったでしょ。こんな風に使えるなんてね。ナフェも来てるの？応答せよ、応答せよ。うん、聞いてる。思い出した。兵権がある。敵がジャッ、つまり妨害電波を知っているんだ。永久エイリアンの一人が使う小型のオプションミッ。どうしたらいい？それを見つけ破壊するしかない。妨害電波を出している敵を見つけて破壊する。これでいい？ロック。
気をつけ、君近くに何かいる。うん、わかった。フィジカルリペア。ロック。逃げられた。ダメ、逃がさない。